皆さんこんにちは。今回は 1.19.2 から 1.19.4 の 4G ファブリックで遊べるモッドを10個ご紹介します。今回紹介するモッドもどれも素晴らしいものばかり、ぜひ参考にしてみてください。今回最初に紹介するのはミュータントモア 4G で遊べるモッドになります。ミュータントモアは突然変異したバニラのモンスターを追加するモッド。ミュータントウィザースケルトン、ミュータントブレイズ、ミュータントシュルカーの3種類が追加されます。突然変異したモンスターは非常に強力。バニラのボスよりも多彩な攻撃をしてくるため、十分に装備を整えてから挑みましょう。モンスターを変異させるためには、専用のポーション、フォーミュラ Y かコンパウンド Z が必要になります。フォーミュラ Y は、泣く黒曜石と負傷のスプラッシュポーションで作れて、変異する確率が 10%。コンパウンド Z は、ミュータントモンスターのドロップアイテムが必要ですが、変異する確率が 100% です。経験を重ねて、ミュータントモンスターに確実に勝てるようになってから、コンパウンド Z を使う方が良さそうですね。ポーションができたら、変異させたいモブに向かって投げつけると、変異が始まります。とてもまがまがしい雲が発生し、成功すればモンスターが変異、失敗すると、モブは大ダメージを負います。変異の途中も恐ろしい雰囲気が出ていて、とてもいいですね。各ミュータントモンスターからドロップするアイテムからは、強力なアイテムが作れます。ミュータントウィザースケルトンのドロップアイテムは、ミュータントウィザースケルトンの頭。ミュータントウィザースケルトンの頭は、ウィザースケルトンの頭のように飾ることができ、強力な装備とウィザーボムを作ることができます。ミュータントブレイズのドロップアイテムはミュータントブレイズコア。このアイテムからは、4回まで攻撃を防ぐことのできる盾や、周囲の敵にダメージを与えるヒートストームジェネレーターが作れます。ミュータントシュルカーのドロップアイテムはミュータントシュルカーシェル。設置型のトラップ、攻撃もできる盾、そして敵を自動で迎撃してくれるタレットが作れます。各アイテムの詳細はここでは解説しませんが、配布ページに詳しく記載されているので、気になる方はそちらを読んでみてください。ミュータントモアでは、現在は3体のモンスターしか追加されませんが、8体まで増える予定とのこと。今後が楽しみなモッドですね。クラッターは、おしゃれな装飾品を多数追加するモッド。ファブリックで遊べるモッドです。追加されるのは、椅子や机、ランプ、ベッド、さらにはカーテンやろうそく立てなど、たくさんの装飾品が追加されるため、このモッドだけでも内装の幅が広がります。特に光源となるアイテムが豊富。新しいランタンが作れるようになるほか、可愛いランプ、設置型、壁掛けのろうそく立て、天井に設置できるろうそくのシャンデリアが作れます。また、追加された光源たちは、どれもバリエーションが豊かです。ランタンは各金属で作ることができ、銅、金、そしてモッドで追加された金属の銀のランタンも作れます。さらに銅は、錆び具合によって色が変わるので、ランタンだけでもかなりバリエーションがあることがわかりますね。ろうそく関連の光源は、素材として金属を使いますが、使った金属によって、支え部分の色が変わります。もちろん、ろうそくの色もしっかり反映されるため、かなりの組み合わせが作れます。このモッドがあれば、光源に悩むこともなくなるでしょう。他にも可愛いぬいぐるみ、壁に置ける本棚、巨大なキャンプファイヤーなど、そうそう、そういうのが欲しかったんだよ、というアイテムが追加されます。ぜひ遊んでみてください。次に紹介するのはアーティファクツ。4G、ファブリックのどちらでも遊べます。アーティファクツは、強力な装備品、アーティファクトを追加し、サバイバル生活をより便利にしてくれるモッド。各アーティファクトはクラフトすることができず、ダンジョンなどのチェストからしか手に入りません。周囲を探索して、ダンジョンに積極的に挑戦し、いろいろなアーティファクトを集めていきましょう。アーティファクトの効果は様々。無限に食べられるステーキや、無敵時間を増やすネックレス、空中を泳ぐことのできる浮き輪など、強力なアイテムが数多く追加されます。ぜひいろいろなアーティファクトを探してみてくださいね。各アーティファクトは、前提モッドのキュリオス、トリンケッツで追加される装備欄に装備できます。鎧の装備欄を圧迫しないので、とても便利ですね。モッドで遊んでいると、手に入れたアイテムが、どのモッドのものなのかがわからない、ということがあると思います。一応、レシピモッドで確認すればわかりますが、いちいち確認するのも面倒。そんな方におすすめしたいのが、モッドネームツールチップ。4G で使える、非常に便利なモッドです。モッドネームツールチップは、インベントリのアイテムに、モッド名を記載してくれるモッド。手に入れたアイテムが、どのモッドのものなのかを、その場ですぐに知ることができます。見たことのないアイテムを拾ったとき、これは、どのモッドのアイテムなんだろう、と思うことが多い。そんな方は、導入してみてはいかがでしょうか。特にたくさんのモッドを入れている方におすすめのモッドです。
次に紹介するのは、釣りの要素を大幅に拡張するモッド、アクアカルチャー2。工事で遊べるモッドです。アクアカルチャー2を導入すると、たくさんの新しい魚、釣り竿、水に関した装備などが追加されます。追加される魚は30種類以上。ブルーギル、ニジマス、マグロなど、多種多様な魚が追加されます。釣れる魚がバイオームによって変化するので、いろいろな場所で釣りを楽しんでみてください。釣りをしていると稀に手に入る箱からは、様々なアイテムを手に入れることができます。ごく稀に釣れるネプチューンの贈り物からは、このモッドで追加される装備、ネプツニウム装備が手に入ることも。ネプツニウム装備は、水中に特化した装備。防具は水中呼吸や水中での暗視を付与してくれ、ツール類も水中で扱いやすい性能をしています。特に弓は強力で、地上と同じように矢が撃てる優れものです。水中では遠距離攻撃の手段が限られていますが、この弓を使えば、その問題も解決しますね。モッドでは、いくつかの釣り竿が追加されます。バニラの釣り竿よりも耐久値の高い、鉄、金、ダイヤモンドの釣り竿の他にも、魚が釣れるまでの時間が短くなる、ネプツニウムの釣り竿もあります。こちらも頑張って狙ってみてください。釣り竿は、タックルボックスでいろいろな装飾品をつけることができます。釣り竿を自分好みにカスタマイズできて、より釣りを楽しめること間違いなし。ぜひいろいろとカスタマイズしてみてください。実装当初は、多くのプレイヤーが苦戦した海底神殿ですが、慣れてしまったという方が多いのではないでしょうか。そんな方におすすめしたいのがこのモッド、ユングズ、ベターオーシャンモニュメンツ、フォージ、ファブリックのどちらでも使えるモッドです。ユングズ、ベターオーシャンモニュメンツは、海底神殿をリニューアルし、より難しく、やりごたえのあるものに変えてくれるモッド。リニューアルされた海底神殿は、バニラとは比べ物にならないほど巨大。バニラの海底神殿と同じく、プリズマリンやシーランタンで作られています。中は迷路のような作りになっており、探索をより困難にしています。探索するときは迷わないように、対策を練る必要がありますね。ところどころに広めの部屋があり、エルダーガーディアンがその場所を守っています。部屋には海底神殿の目当てともいえる、スポンジが置かれているため、積極的に探してみましょう。また、このモッドの海底神殿は、ランダムに形が変わります。いくつ攻略しても飽きることなく、探索を楽しめるようになるので、海底神殿に飽きてしまった方は、ぜひ導入してみてください。アルティメットトランスポート、フォアマインクラフトは、簡単に電車を走らせることのできる鉄道モッドです。フォージ、ファブリックのどちらでも遊べます。マイクラで、鉄道の建設を楽しみたい。そんな方におすすめなこのモッド。充実したブロックで、リアルな駅を再現し、駅から駅へと電車を走らせることができます。電車は基本的に自動運転。プレイヤーは、電車を走らせる時間やルートを細かく設定でき、それに従って電車が走ります。電車を自分で運転したいという方には、ちょっと物足りなく感じるかもしれませんね。電車には、いろいろな見た目が用意されています。どの見た目も、とても作り込まれているため、ぜひ、お気に入りの見た目を探してみてください。拠点などの重要な場所に駅を作り、電車を走らせるだけでも、十分に楽しめるモッドです。鉄道に詳しくなくても楽しめるので、ぜひ遊んでみてください。ヘクサライは、マイクラで魔女の気分を味わうことができるモッド。フォージでのみ遊べるモッドです。モッドを導入すると、魔女に関連したアイテム、新しい木材、植物などが追加されます。追加されたアイテムを作るためには、ミキシングカウルドロン、混合釜が必要です。鉄や大釜など、簡単なアイテムで作ることができます。混合釜を作ったら、熱源を置いて、その上に混合釜をセット。あとは、必要な素材を入れると、アイテムの制作が始まります。混合釜を使って、いろいろなアイテムを作っていきましょう。作れるアイテムの中には、空を飛ぶことのできるほうきもあります。簡単な操作で空を飛べて、とっても快適。作るには、沼地やジャングルにある、新しい素材が必要になるので、見つけたら必ず採取しておきましょう。また、ほうきで加工するキーは、デフォルトでシフトに割り当てられています。そのままだとほうきを降りてしまうため、キーコンフィグから、設定を変更しておきましょう。他にも、ティッパーと合わせてろうそくを作ったり、ポーションを作ったりと、混合釜では、様々なことができます。モッドで追加される木材は、マホガニー、ウィロウ、ウィッチヘイゼルの3つ。それぞれの木材は、モッドのアイテムを作るのに使うほか、バニラと同じような用途でも使えます。この木材を使って、魔女をモチーフにした家を建ててみるのも楽しそうですね。次に紹介するのはアドバンスドコンパス。フォージ、ファブリックのどちらでも使えるモッドです。アドバンスドコンパスは、画面上におしゃれなコンパスを追加するモッド。コンパスには方角、モブの位置が分かりやすく書いてあり、サバイバルでの生活を便利にしてくれます。モブは、顔のアイコンに加えて、距離と上下の方向も書いてあります。
一目で目的のモブを見つけることができるので、とても便利。また、空洞を探したい時なんかにも役立ちますね。拠点などの重要な場所は、ウェイポイントを追加することで、コンパス上に表示させることができます。新しいウェイポイントは N キーで作成できます。お好みのアイコン、名前、色を決めたらセーブをクリック。これでコンパス上にウェイポイントが表示されます。P キーを押すと、設定画面が開きます。ここではコンパスが表示されるタイミングを制限したり、座標を表示させることができます。こちらはお好みで変更してみてください。コンパスが便利すぎるという場合には、手にアイテムのコンパスを持っている時だけ表示、なんてこともできますよ。ゾンビとクリーパーの顔が書いてあるボタンを押すと、モブの表示、非表示を個別に切り替えることができます。表示させたくないモブがいる場合には、こちらから設定を変更してあげてください。今回最後に紹介するのはストラクトリー。フォージ、ファブリックのどちらでも遊べます。ストラクトリーは、小規模な構造物をいくつか追加して、マインクラフトの世界をより豊かにしてくれるモッドです。石でできた廃墟、砂漠に佇む塔、海に浮かぶ小舟など、いろいろなバイオームに構造物が追加されます。どの構造物も、マインクラフトの雰囲気によく溶け込んでおり、ゲームの没入感を高めてくれるでしょう。いろいろな構造物に、ちょっと寄り道をしながら、世界の探検を楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。よければ、他の動画もぜひご覧ください。この動画がいいなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いします。